公開は中華民国台北市の女性政治家。24歳児の2005年に最年少の国民大会代表となったほか、2010年より3期連続台北市議会議員を歴任2020年の第10回中華民国立法院選挙では市内最多得票で当選し、同年より第10期立法院。出生地はキールン氏。在学中に代々にある 台湾最大のインターネット掲示板、日では、真のアカウントで団長の一人として新聞部長を務めていた。台北市に就任を機に退任したが、その後も PTT にフェイクニュースが蔓延していることについて、韓国有人へ支持者やご妄頭の影響を指摘、PTT への政治介入を認めないと表明している。一般労働者の連続勤務日数に上限を、 儲ける週休二日制については、党内でも賛否が分かれていたが、会は支持を表明している。同じく党内で賛否が割れている、同性婚については指示を表明している。2020年の立法院選挙期間中は、香港区議会選挙を例に挙げ、投票に行って、中国共産党に台湾人が民主主義と自由を愛していることを知らしめよう。 と若者に呼びかけている2020年総当選を控えた前年の党内予備選挙では来期を乗り支持だった。民主進歩党の立法委員ら文化陣営スタッフとなったのが政界入りの発端。2005年中華民国国民大会代表選挙では24歳にして当選し、史上最年少国民大会代表となった。2007年、 翌年の第7回中華民国立法院選挙で台北市第6区から出馬する予定だったが10月に当時の総統、党主席だった陳水編によりこの選挙区候補にはかつて支持したラ文化が擁立されることになり事前通知もなく交代させられた会は記者の面前で涙をこぼした2010年直轄市議会選挙で旗やバナーといった定番の 選挙グッズを用いずに4番目の得票数で当選。2014年中華民国統一地方選挙での市議会選挙では、得票数34,117票、得票率15.59%とも、市内トップで2000。2018年中華民国統一地方選挙での市議会選挙でも、得票数34,285票、 得票率16.25%、選挙区内トップで参戦。選挙区内での得票数は、市長選での民主党候補だった、洋文里氏が、同地区で稼いだ票より高かった。2020年3月3日、新型コロナウイルスの流行に伴い、政府が医療従事者の出国を禁止した際には、行政委員長貞及び、衛生福利部部長、陳中に対し、 医療法、医師法、伝染病房、地方のいずれにも条文がなく、法的根拠に欠け、当事者への人権侵害ではないかと質疑で追及したが、委員長の祖は2月27日に立法院を通過した特別法第7条で、中央流行疫常識中心は貿易上の理由で、必要とあれば、その措置を講じることができる。公委員の勘違いだと回答している。 3月13日、前月に行政院を通過し、三度会のために立法院に送られた通過した国土計画報酬制法案をめぐっては、地方政府が調整作業を行う期間を従来の2年から一定期限内に延長する条文改正に野党の台湾民進党、時代力量、中国国民党3党が反対、法案を委員会審議へ差し戻す採決を行った。 これは単独過半数の与党民進党の反対多数により否決されたが、会は造反して差し戻しに対しての賛成票を投じており、民進党団で幹事長を務める低運法から間違っていると非難された。会は私たちは神ではなく重大建設の名のもとに生態系を脅かす権利は誰にもないと賛成票を投じた理由を説明した。2001年の 第14期大大学生会会長選挙に際して、スタッフの不足や幽霊投票者の問題を指摘し、選挙無効を訴え、大大学生法廷は9月7日に選挙無効の判決を下した。当時台北市議で、その後立法委員となるダンヨシ吉スは、この事件は単に学生選挙に過ぎないが、学生会の幹部は卒業生中心で、 卒業後も政治活動を頻繁に学内に持ち込んでいる。学校への政治勢力介入を回避するためにも、事件を賠償化させないためにも、記者会見すべきとしたし、同じく台北市議の公害生も、スタッフが候補者の名前を代筆するのは9年前の可憐作評事件講師に推薦したことが、市の承認が必要な講師採用に市議が自身の知人を推薦するのは、 議員の権力乱用ではないかと疑問視する市民もいた。2014年5月、台北都市運で発生した通り魔事件を受け、会は市議会で、もし何者かが MRT に原爆あるいは核兵器を持ち込んだ場合、それによる災害の責任は誰が負うのか、と台北市長の各竜武氏に質疑を行ったが、市長の答弁はナンセンスだ。 そもそもそのような爆弾を個人が持ち込むことができるのか。核兵器については、死が負うべき責任ではないというものだった。かゆは、2002年から、これまで、台北都市運行士は、延べ80回の海外視察を行っているが、2年後にユニバーシアードを控える。台北市で、テロ対策についての考察やソップはあるのか。核戦争が発生した場合、 早雲講師は適切な避難誘導を行えるのかということを問いただしたかった年次の真意を述べている。一伝子はこれを原爆を早運に傾向するという見出しで報じたが、かゆは自身の発言と異なるとして撤回を要求している。 この噛み合わない質疑応答は、世間でいじられる格好の標的となり、台湾電力の広報用、Facebook アカウントが二人の質疑シーンをちゃす悪を投稿している。2018年中華民国統一地方選挙に伴う台北市長選挙では、現職の過分鉄を支援した前回と異なり、民進党は、現職立法委員だった、洋文里氏を対立候補として擁立した。 現職主議として市議選の参戦目に挑んでいた、カユは外部から若に友好的な存在と見られていた。8月9日、要はカユに離党するよう求めたが、逆にカユは2014年の林渓流などの例を挙げ、結束を高めるためにもむしろ要が、立法委員を辞職してから立候補すべきと反論した。8月13日に二人は行き違いがあったとして、 報道陣の前で和解を演出したが、11月11日の決起集会では、陳菊が演説する時には出席しているのに、陽の演説時にはいない者がいるとして案に、カユの辞職を求める支持者もおり、これに対して、洋は言う必要はないとした。カユは、陽のスピーチ中に背後で白目を向いて上の空だった姿を、テレビカメラに撮られたが、報道陣には、眼球運動をしていただけ。 憎しみ合うのをやめて団結しようと回答したが、それをように、揶揄されると後日、ように罵られ、自分も母も昇進し、物陰で泣いてしまったと、非正で訴えた。続投を狙うかは、この件について問われると、かゆをかばい、民進党内の結束の乱れを皮肉るコメントを残している。行政さと単位での得票分布2020年の、 第10回中華民国立法院選挙ではもともと、関係の近い下分、アキラや、前回の立法院選挙で民進党が候補を擁立せず支持し、下市政府でも副市長を務める小三三、国民党を脱退した各大名とも接触し、非韓国有を打ち出していた。そして得票数125,138票、得票率50.12%を稼ぎ、 市議を動き務めた現職のベテラン候補を破って初当選。得票数では2012年にラッシュぼみの従来のレコードを8年ぶりに塗り替えた。また、伝統的に国民党が強い港湖地区で過半数の得票も民進党で初となった。これらは2008年の選挙区割り改正後では、かゆが初の事例でもある。港湖地区で 市内最高得票者が現れたのも2008年の際、政さ以来となった。当選直後には早くも将来は、台北市長の座を狙うと公言した。各種 SNS のアカウント名、んチョフィッシュは、大々の英略称、んチョ」と、ゆの中国語読みが、韓国ゆや、大志が、と、同じく、魚と同音なことによる。見込んだが議員事務所の男性スタッフと長年、 パートナー関係にあり、その男性は、下分鉄陣営で、選挙広告の政策を担当していたこともある。2010年の市議選では、同じ民進党候補の元か静香と共にメイド服を着用していた。高尾市長に就任した韓国ゆが2019年に香港を訪問した際に、中央政府中香港連絡弁公室や、国務院台湾事務弁公室のメンバーと会談。 国大弁のネットメディア、中国台湾網が、民進党は望まないが、藩は一国二制度を支持している。胸の論評記事を掲載したことで、かゆは、国民の8割は一国二制度を受け入れないし、中国国民党でさえ、三府、一国二制度について認識を一致させたことはないと言っているのに、国大弁はどう誤解して、そのような論評に至ったのか。 半市長は対岸に利用されているだけ、とフェイスブックで急断した。その後、時代力量の若手女性高尾市議、高都市が市議会の質疑で場をはぐらかす答弁をした市長の間に、大使白目を向いたパフォーマンスを見せて、白眼女神と呼ばれるようになると、前年の白目事件を蒸し返された、かゆは、公民女神の称号を、高都市に譲り、自分は、 公民愛あるいは公民ママに知り添いてもいい。とコメントした。対面を果たしたカユとコート氏は報道陣の前で二人並んでの白目パフォーマンスを披露し後輩にエールを送っている。音知としても知られており、集会で熱唱しても支持者が視線も向けず、眉をしかめたり、テレビで共演したソニックのフレディリムも苦笑するほどだった。立法委員に当選後は、 こうした評判を逆手に取り、支持者への当選五霊として、オンチキャラで知られる、ドラえもんのジャイアンになぞらえた、個人リサイタルへの招待状というパロディ画像を、Facebook に投稿し、ネットでは、港湖女神ではなく、港湖、豊か虎と言われた。二千二十年の国際女性デーに合わせ日系の、日系アジアンデビューが特集した、アジアの女性十一人では、台湾から唯一、 公開湯が掲載された。ありがとうございます。